どうもお疲れ様です。確かにやらなければ稼げないっていうのはね、それはその通りだと思います。私も同じような考え持っていて、諦めたら成功しないってことなんじゃないかなと。物事ね、諦めたから成功しましたってことあんまりないと思うんですよね。なんか斉藤由貴さんの歌でね、探し物は何ですかと、探すのをやめた時見つかるなんてことがね、歌詞の中にありましたけども、見つからないですよ。やっぱり探さないとね。そんなたまたまにね、奇跡に依頼する依存するあたりもう終わってるっていうところなんでね、奇跡を呼び込むよりもやっぱりこう自分の力でね成し遂げる方が簡単ですからね。それじゃあ